1、象は陸上物性の中で最も重い動物です。成体の象の体重は約 5000kg にもなります。2、象の鼻は非常に長く、この鼻を鼻柱と呼びます。鼻柱は象にとって非常に重要で、食べ物を掴んだり水を飲んだり他の象とコミュニケーションを取ったりするために使われます。3、象は非常に社会的な動物で家族や群れで生活します。特にアフリカ象は複数の家族が集まって大きな群れを作ることもあります。4、象の耳は非常に大きく体温調節に役立ちます。象は耳を広げることで体温を下げ、狭めることで体温を上げることができます。5、象の牙は象牙と呼ばれ歯の一部です。この象牙は密猟者による乱獲の対象となり、象の生存を脅かしています。6、象は非常に知能が高く、ツールを使ったり問題解決能力があることが知られています。7、象は非常に長寿で約6070年も生きることができます。8、象は草食動物であり1日に約 100kg もの草や葉を食べます。9、象は非常に優れた聴覚を持っており、低周波の音や遠くの音を感知することができます。10、象は水浴びが大好きで体を水で濡らすことで体温を下げたり皮膚のケアをすることができます。